政府の対応です安倍総理大臣は午前11時に政府の総力を挙げて対応にあたるよう指示を出しました安倍総理は関係省庁に対し緊張感を持って被害状況の把握に努め台風18号による被災者の救命や救助を第一に応急対応に全力を挙げるよう指示しましたまた引き続き住民の避難に万全を期すことや国民に対して的確な情報提供に努めるよう求めました そして政府は先ほどから内閣官房の参事官らが集まって関係省庁による災害対策会議を開き対応を協議していますそれに先立って総理官邸では今朝から危機管理センターに情報連絡室を設けて被害情報の収集などにあたっています